ブロです。今日は台風です。かなり風が強くなってきました。しかし露天風呂は相変わらずとてもいい雰囲気で、むしろ風が気持ちいいぐらいです。中秋の名月が実はこれはライトなんですが、この上に今運が良ければ見えてくると思います。水の中に入ります。あ、見えた。あ、今日は十五夜です。贅沢に月見風呂がこのように楽しむことができます。そのまま入ります。史上初風呂の中からの中継です。あとは満月を待つのみです。というか満月なんですが、あ、見えた。あ、見えろ。アップにはできないのかな、 iPhone は。できないな。アップで見えるといいな。風強くなってきました。雨は降ってません。ギリギリ水面。ああ、さあ見えてこいと思ったけど完全に隠れてしまいました。梅の湯の壁はこんな感じです。間違えて水につけないように気をつけます。あ、見えた。ちょっと近づこう。さあ出てこいと思ったら消えちゃいました。以上です。